さん、親が、親たちが我々のために汗を流してくれたように、我々も子供のために、もう一汗を流そうという考えのもとに初めて、理想的な日本が築き上げられるのであります。田中角栄、この男はなぜこうまで人の心を捉えるのか。今なぜか田中角栄ブーム。コンビニに行っても関連する本をたくさん見かけます。なんと今年だけでおよそ50冊も出版されたといいます。そして NHK の世論調査では戦後の日本を象徴する人物の第1位に田中角栄が選ばれました。2位以下を倍以上引き離してダントツです。世を去って20年以上経つのに今も圧倒的な存在感。今なぜ角栄はこれほどのブームを引き起こしたのでしょうか。田中角栄君が自由民主党総裁に決定いたしました。田中角栄は何もかもが異例だった。最終学歴は高等小学校卒業。その演説は人の心を引きつけた。戦争もやってみたじゃありませんか。そして大地に叩きつけられて、戦争というものがどんなに辛いものかということを骨の髄まで知った日本人じゃありませんか。皆さん、その日本人が全世界に新しい平和を求めて新しい日本を作ろうとしておるんです。よく言われたわね。ねえおっかさん、ねえおっかさんという語りかけなんだよね。本当に聞き入った人の心をつかむ演説だもんね。方針はいつも明快。大蔵大臣になって最初の挨拶は、私が田中角栄だ、高等小学校卒業である。できることはやる、できないことはやらない。だが全ての責任は私が背負う。一気に官僚を虜にした。日本列島のね、面積はどうで、それからね、日本の鉄道が今どう何キロあるか、というかね、そういう数字が出るんで、パッパッパッパ。別に帳面見て喋ってるわけないよ。頭の中入ってる。こんな政治家今まで会ったことなかったね。会った人の名前は瞬時に覚えた。それでもたまに忘れると、君名前は何だっけ。浜田です。名字は知っとる、下の名前だよ。ガッハッハッハッ。ごまかし方も芸になっていた。天才的な人心掌握術で権力の頂点を極めた男。その実像をライバル、講演会、番記者、3つの視点から紐解いていく。後にロッキード事件で有罪となったにもかかわらず、いまだに人の心を引きつける田中角栄。その運命の分岐点は1972年7月5日12時45分。
自民党総裁選に勝利し、事実上総理大臣の座を射止めた瞬間です。猛スピードで権力の階段を駆け上がり、絶頂を極めた田中角栄、実はその裏側では凄まじい戦いが繰り広げられていたのです。第一の視点は総裁選最大のライバルの側近だった男、敵陣営だからこそ見えた総理の椅子をめぐる水面下のアナザーストーリー。1972年、にわかに政局が騒がしくなっていた。7年にわたって政権を維持した佐藤栄作が首相を退く意向を示し、後継争いが始まったのだ。この戦い、角栄は決して本命ではなかった。最有力と目されていたのは、角栄より13歳も年上の福田赳夫。我日本の柱とならんという決意を固めに至ったのであります。東大卒、大蔵官僚出身、福田はエリート中のエリートだった。そこに高等小学校での角栄が仕掛けた、いわゆる角福戦争は、史上最も熾烈な総裁選と呼ばれることになる。その内幕を知る者が北海道にいる。じゃあ、どうもいらっしゃいませ。よろしくお願いします。どうぞ。福田赳夫の元秘書、佐藤静夫。だから全く違ったんですね、タイプが。違ったから、ああいう核戦争のような日本の政治史であれほどの戦いをして総裁選ぶってのはもうないんじゃないでしょうかね。ライバル陣営だけが知るあの戦いの真実。福田先生、神様ですから毎日お参りしてるんです。佐藤は学生時代から福田に仕え、あの総裁選を秘書として戦った。いや、怖かったですよやっぱりね、目は鋭いしね、官僚出身だけにね、非常にこう切れ者だっていう感じしましたね。日本刀でパッと切るような感じですよ。みんな福田先生の前に始めていくと、もう起立してね、やっぱりこうなんか立っていないような緊張してましたよ、みんな。最初見た時ね、背が小さいんで僕はびっくりしましたよ。ところがね、その背が小さいけども何かこう何かをやりそうだっていう感じしましたね。油切って、よく人間こうやる気満々のような人間いるじゃないですか、ましてやこの下から上がってったっていう、そういうことはみんな知ってましたからね。政治のプロはどっちかいうと、政治をよく知ってる人は福田赳夫ってこうやっぱりこれだと思うけども、やっぱり庶民的な人、庶民の仲間っていうような感じでしょうね。きっと何かやってくる、自分たちのために何かやってくれるっていう感じでしょう。佐藤は福田に総理を譲るつもりだったと言われる。福田自身、後継者は自分と自負していた。だが総裁選2ヶ月前、
角栄が突如佐藤派81人を引き連れ、自らの派閥田中派を旗揚げした。新しい時代には新しい政治が必要であります。私は国民の皆さんと一緒に考え熟慮し断行いたします。どん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 佐藤派の乗っ取りが始まったわけですよ。ついに田中派を作っちゃったんですね。いやーちょっとこう危ないなと思ったんですもんね、うん、やります。明確にやります。またなしにやります。学歴はないが政治家としての実力はライバルには脅威だった。それを示す一つが議員立法の数。自ら提出し成立させた法案は生涯で40。これは歴代の議員の中でも屈指の数だ。初めて大臣になったのは39歳の時。当時でも異例の若さだった。青年大臣誕生というわけなんですがね要は大臣というわけだねだが若くても実行力は抜きん出ていた。当時テレビ放送開始に向けて建設中だった東京タワー、その工事が建築基準法の高さ制限に引っかかり中断していた。担当大臣の角栄は即座に言い放つ。建築基準法を立案したのは私だ。東京タワーは建物ではなく広告塔の類、法律の適用外だ。この一言で工事再開、東京タワーは完成する。さらに申請が殺到し混乱を極めていたテレビ局の開設問題。 NHK 民間業者ともに国民の電波を公に使用する。角栄は官僚の反対を一蹴し一気に免許を交付。テレビ時代の幕を開けた。その力を慕い目白の自宅には陳情客が殺到。こんな映像が残っている。これはまあ、ね、この今度やりましょうね。でも選挙にはみんな先生に行くと聞いて、ありがとうございます。みんな地固めしてますから。みんな大事なお客様、あちらをさばきこちらをさばき、スケジュールは分刻み。そうした実績を引っ提げ54歳でついに挑んだのがあの自民党総裁選だった。出馬したのは角栄、福田に加え大平、三木、この4人で自民党内合計476人の票を争う。当初は福田優勢だが風向きが変わり始める。あ、こんにちは。こんにちは、どうぞ。当時番記者だった増山栄太郎。増山はあの総裁選の独特の空気を覚えている。まああの時の勢い、まあ、あの勢いっていうのは田中に勢いがあったね。だから例えば田中が総裁選直前にこの本出したでしょ、この日本列島改造、この本がねとにかくねベストセラーだったわけね。だからやっぱりね今までに、まあ、田中今までの総理大臣なんて池田さんでも佐藤栄作でもね
みんな大学出て官僚とかなんかなってから政治家なんでしょ。田中みたいにさ、大学も出てないで、しかも中学も行ってないようなね、尋常高等科しか出ないような男が、こう手挙げて出てくるっていうのはね、やっぱり当時としてね、かなりね驚きと同時に期待感もあったね。世の中を相当動かしてくれるんじゃないかって。総裁選前日、それぞれの陣営は最後の票固めに入った。福田の秘書佐藤、投票の約束を取り付けた党員をホテルに囲い万全を期した。各都道府県から一人代表来るでしょう。みんなそれぞれの全国の自分の派閥の 国会議員が自分は必ず連れてこようと思って努力するわけですよ。自分の選挙区は県からは福田赳夫に入れるようにしようって言って運動するわけですよ。連れてきてね、そしてホテルにこう、総裁選の前の日にホテルにこう泊まってもらうんですよ。要するにホテルに缶詰するんですよ。田中さんは田中さんでするわけですよ。いやどっちが多い、どっちが少ないとか言いながらやるわけですよ。佐藤が国会近くのホテルに囲った党員は20名ほど。一方田中派も向かいのホテルに党員を囲う。佐藤は勝機はあると踏んでいた。だが勝負の朝、事件が起きた。投票を約束した党員たちがごっそり消えていた。総裁選挙の朝起きたら、うちの方の人はもう何にも残ってないんです。みんな向こう行っちゃったの、田中に。その時一人1000万ずつ渡されたんじゃないかっていう噂としてはあったんですね。金をやらないからそうなっちゃったんだって随分俺言われましたよ。誰に言われる？いや、いろんな人に。僕ら秘書に言うってことは、普段先生にそういうこと言わない、言いなさいっていうことなんだよね。全部言われましたよ。金配らないかこうなっちゃったんだって。総裁選を取材していた増山もこう証言する。田中の選挙事務所がだったらね。で、田中の選挙事務所からトランクね、持って前の晩運び出すトランク持って運び出す人がいた何人か。でそれが行く先が三木派のとこであったり中曽根のとこ行ったりね、まあ、相手は福田だからね。だからそれはもう億という金がトランクの中に入ってたと思うんだな。その金動いたら僕は見たわけじゃないよ。まあうちの記者なんかは見たやつもいるけどね。だからトランクで金運んだと、前の晩、さっさばぎっしり入れて。このトランクについて残念ながら今回直接の目撃証言は得られていない。そしていよいよ投票。集計をご報告いたします。田中卓英君156票、福田赳夫君150票、大平正芳君。1回目の投票、各英が福田を6票リード。その後
二人で争う決選投票で衝撃が待っていた。集計をご報告いたします。田中角栄君282票、福田赳夫君190票、田中角栄君が自由民主党総裁に決定いたしました。角栄は100票近い差で圧勝した。敗れた福田、このような結果になった。これはです、ひとえに私の不徳の致すところでありますので、心から皆様にですね、お詫びを申し上げたい。秘書の佐藤は福田の胸の内をこう代弁する。いや、相当腹立たしかったでしょう。金の使わない総裁選挙をやろうと、派閥の力をぶつけ合いのやつはやめようと言ってきたのが、まともにやってたわけですから、彼の力と派閥の大きくして派閥の力でやってたわけですから、やっぱり自分の理想とは相当かけ離れたわけです。2日後、角栄は第64代内閣総理大臣に就任した。そしてわずか3ヶ月足らず、偉業を成し遂げる。あの日中問題というのはね、時が来ておるという感じです。時が来た。国交が途絶えていた中国を訪問。難航した交渉をまとめ上げ、国交を回復させた。さらに列島改造論を掲げて、全国の交通網などインフラ整備を推し進めた。あの総裁選から44年、敵陣営にいた佐藤の目に角栄はどう映ったのか。好きですね、僕は。好きだったんですよ、角栄さんというのは。金ばかりじゃなくて人間的な魅力があって、その上に金がかぶさっていったわけですから、ね、魅力と金が合わさったんだから、それは強いですよ、それは。そしてもう一つ意外な事実を明かした、田中角栄さんが総理大臣になった時に、今太閤って、これ福田先生が言った言葉なんですよ。ええ、今太閤。そうです。ええ、ちょっと皮肉、いや皮肉じゃなくて好きだったと思いますよ。うん、やっぱり田中角さんの魅力というのは福田先生も認めてましたよ。その人間的な魅力、みんなに好かれる魅力って、自分にないものですから。敵すらも魅了する愛嬌と剛腕で、角栄は頂点に上り詰めたのだ。内閣総理大臣田中角栄誕生。この瞬間を誰よりも待ち望んでいた人々がいます。それは地元新潟の後援者たち。角栄幕臣のエネルギーは、彼自身の実力もさることながら、選挙で圧倒的な応援を続けた地元の力でした。でも角栄と地元の絆は簡単に生まれたものではありませんでした。きっかけは角栄が初めて迎えたピンチ。第二の視点は地元の後援組織越山会。この強力なつながりはどのようにして生まれたのでしょうか。角栄と地元、
絆を結んだアナザーストーリー。選挙の度、各栄を支えた後援組織、越山会。固い結束は、最強の周票マシーンの異名を取った。各栄が亡くなって23年、その名残は今なお色褪せない。本当にね、お礼をしてくれと、お前たちのためにやるんだからっていう、この美月さ、カーッとした美月、それは俺だけじゃねえんだから。小学校出ていながら総理まで行くんですから、やはりね、総理になるだけの人柄、力っていうのを持ってたんです。ただ実力があるだけじゃほしい、できません。外の人はなきゃ意味が分からないような演説なんか絶対知らんねえもんね。本当に聞き入った人の心をつかむ演説だもんね。もともと地盤など全くなかった各栄、そればかりか若き日獄中から立候補したことすらある。なぜ人々は無名の若者各栄を応援したのか。私はまあ新潟県人ですが、雪はたまげない方です。東京から出てきてる連中はここたまげてでしょうな。実際各栄と地元の絆はいかにして生まれたのか。まずはその生い立ちをたどってみよう。各栄は大正7年の生まれ、暮らしは厳しかった。父の仕事は暴露、金がなく各栄は中学進学を諦めざるを得なかった。各栄の3歳年下のいとこが今も地元に住んでいる。それで習うなんて夢にも見ねえ。で自分のいとこで総理大臣なんかで、その中にその系図でいいのなんかいねえがね。かっこいいだけがいいのも、あとはそんなに他者のいねえがね。各栄はどんな子供だったのか。健康は負けねえね。はったりもついんだ。これははったりはついや。子供の時はどもるのはもう有名だったよね。どもるのは、はあ、それはどもるんだ。これなんですか。これは言葉が続かんから。吃音が各栄のコンプレックスだった。後に本人が語るこんな音声が残っていた。私は前にどもりだったもんですから、どもりを直すためにこうやってるうちに、まあ、何やぶしがやれるようになった。やっていただきましょうか。そうですか。青葉若葉の風香る、空はさつきの水浅い。各栄が上京したのは15歳の時。住み込みの仕事を転々とした後、25歳で土建会社を立ち上げた。そして終戦後、
27歳で初めて選挙に出馬した。だがまだどこの誰とも知れない若者。この時の角栄の演説を聞いた男がいる。お邪魔します。どうもよくおいでくださいました。ありがとうございます。西川勉。当時の角栄の印象は、聞いたことない名前で、それから、お若いということ、しかも大声でおしゃべりになる、でちょびひげを癒してる、従来の政治家にはそういうイメージがなかったもんですから、なんかね、やはりどっかの小僧みたいにしか映らんかったっていう意味で、こんな若造が出ていいんかなっていうですね、当時ですね、LH中の LH中だったのかなっていう。角栄は落選したが、翌年再び立候補。貧しい新潟が発展するための方策を熱く語ったという。新潟と関東を隔てる三国峠を切り崩すんだ。そうすれば新潟は雪の苦しみから逃れられる。切り崩した土は海に運んで新潟と佐渡をつなげばいい。うちはこういうふうに送り、この越後っていうのはこういうふうに送れてるんだから、それをもっと急いでやらないとダメだっていう意味のことをね。だから鉄道である、まず道路でしたね。だから2回目になって先生入れてきましたから。28歳で国会議員に初当選。だがすぐに事件が起きた。代議士2年目の冬、収賄の疑いで逮捕された。炭鉱に関するある法案に反対するよう賄賂を受け取ったとして起訴された。その時の映像が残っていた。一番右が角栄、無実を訴えたが収監された。しかも直後に衆議院が解散、次の選挙が始まった。角栄は獄中からの立候補を余儀なくされる。この時角栄に代わって奔走した人物がいる。入内島金一、上京以来の友人で田中土建の幹部でもあった。金一も収賄容疑を受けたが一足早く釈放。角栄も無実だと訴えた。金一の息子和孝、当時の様子を父から聞いている。本人が獄中立候補したけども、無罪だと言って立候補したんですけど、それを証明する人がいない。それで俺が出てきたんだから、本人は間違いなく無罪だと演説して歩いたわけです。有罪だったらどうすると、どう責任取るんだとかっていう、まあ有罪だったらば、俺が嘘ついたことに なったらば、その申し訳ないから、そしたら腹を切ると。戦時中兵役に就いた金一に見合いの話があった時、角栄は代わりに群馬まで足を運び、相手に会って縁談をまとめたという。しかも花嫁の弟が戦死した時、角栄はその家族に宛てて悔やみの手紙も書いてくれた。跡取り亡くした母親に対する
同情の気持ちを荒らしていただいたんだと思うんですけど、たったそれだけの一回かそこから来ちゃってないのに、そのこれだけのその気配りをしてくださって、だからそういうもの父はもう何つうか感銘を受けて、もう彼のためならできることは応援しようって気になったんだと思います。間もなく角栄も保釈されたが、投票日までわずか10日。急ぎ新潟に向かった角栄はある村に電報を送っている。頼む。送った先は新潟でも屈指の豪雪地、南魚沼。後に熱狂的に角栄を支えることになる南魚沼。富所健太郎は父と2代にわたって角栄を応援し続けた。電報を受け取ったのは父四郎たち。家々を回り、角栄のために活動資金を必死でかき集めたという。出所してね、出所して、その足で夜行に乗ってメーカー町に降りたので、越前屋という昔からの旅館に泊まって、まあほら本人は夜行で来て雪の中来てさ疲れてることで、でもまあ皆さんがさ、これはこれさ、お金をさ、金がねえからあの時は集めて、まあいつね行ったら親父は枕の高々と寝て言ったというかでさ、ある人がその枕蹴っ飛ばしてさ親父はもう起きて頭を下げて皆さんから資金をもらって、そしてまた電車で汽車乗って今度は自分の実家へ帰ったんさ。まあみんなが金のねえ中をさ、金出して支えてやったというのがそっから始まりなんだろうな、この難業というのは、うん、何の実績もなかった角栄をなぜ助けたのか。新潟の中でも山深く交通の便も悪い土地、前回の選挙でわざわざやってきた角栄に感激したからだという。山あいを彼ほど回る候補者は珍しかった。獄中からの立候補となったこの選挙、角栄は辛くも当選。この時の恩を終生忘れなかったという。以後支援に報いるように山あいの村にトンネルや橋を次々建設していった。長岡市三島谷。山田誠一は村の不便を解消したいと角栄に陳情した。この辺はまあ土地が砂土だから雨が降るとやっぱり崩れるんだよね。田んぼが崩れたりさ、あいたりするんで河川改修をお願いしたわけ。なぜ何もは、まあ、喜んだわけやね。恵まれた関東の方は予算がつぎ込むんじゃなくて、その裏日本の恵まれていないところを関東並みに引き上げて、それで全体 の国を良くするんだという演説をやられて、とにかくまあ道路を良くすると、そういう希望のある話をされますから、だからまあみんなそれこそ田中先生に期待したわけですくてね。昭和28年、各地にあった講演会をまとめ越山会が発足。
恩と利でつながった越山会に支えられ、角栄はトップ当選を重ねていった。まあまあこういうことでっかい泥が来るわ。うん、いい。さあ早く来て、握手してください。でも父のおかげで良くなったよ。角栄についての著書のある早野徹はこう分析する。越山会っていうのは講演会ではなくて一種のその民衆の共同体なんですよ、ね、で自分たちが主役なんだよ。で田中角栄はその中心で東京との政府との折衝役と、まあ、こういうことだったわけだな。角栄を支えた越山会幹部だった富所は当時をこう振り返る。田中角栄という政治家を札をこうしながら使ったわけさ、うん、だって働かしたり地域が良くなるために当選させるやろ。ダメだって落とせばいいんだから、うん、じゃあよその電池はさ政治家一緒に使えばよかったんだよ、うん、当選させておい先生しなかったら次落とすぞと当たり前なことや。ほんでうまく使ったしなもんこうおらは行けば行くほど魅力にはまっていくんだから、うん、この男だったら命をかけていいなと、うん、後年ロッキード事件で有罪判決が出た直後の選挙でも角栄は空前の票を集め当選した。この被疑者住んでいる者があの先生の運転にどれだけこの今のこの生きがいを感じているかあなた方じゃわからなくなってくださいさ。格差を超えたいという切実な夢が人々と角栄を結びつけていた。権力の階段を上り詰めた角栄、しかしその先にあったのは転落という運命。総理就任からわずか2年余りで失脚したのです。きっかけは金脈問題。それは生涯にわたってまとわりついた角栄の闇でもあります。第3の視点は一人の番記者、角栄の金脈問題のルーツを掘り起こした男です。角栄と金、その原点をめぐるアナザーストーリー。角栄のお膝元、新潟。現在、新潟日報社の社長を務める小田俊三は、角栄晩年の番記者を務めた人物だ。あの総裁選を見たのは学生時代。そして、小田が入社して2年目、角栄は首相の座を去る。きっかけは金脈問題だった。新潟駅近くの富谷野方、かつてここを埋め立て開発する計画があった。だが角栄のファミリー企業が事前に土地を買い占めていたことが判明した。開発によって巨額の利益を得た事例は相次いで発覚。これが角栄の金脈疑惑として持ち上がっていく。その時小田はそもそも田中金脈はいつ始まったのかに興味を抱いた。
その取材はやがて政治家角栄の原点を掘り当てることになる。なんで政界に出たんだと、その田中角栄を政界に送り出した人物は誰だっていう、まあ問題意識があって、そして小田はあるスクープ記事をものにする。若き日角栄が政治家になるきっかけを作った人物を直撃することに成功したのだ。小田は角栄の自伝を読み込んだ。注目したのは昭和20年戦争が終わった直後の記述。進歩党の重鎮大浅忠夫が角栄を訪ねてきた時のエピソードだ。君いくらか出してくれんかということであった。私は心よく承諾した。それから半月ほどして大浅さんから今度の選挙に立候補しないかという話があった。田中に来たっていうのはお金があるだろうってんで来たわけだから、その時なければ献金のしようもないし、まあ仮にどのくらいやったか分かりませんけれども、かなりの額だったと思いますよね。そのやっぱその後からお礼を含めて出馬しないかって言われるぐらいだから、でビビったら何ていうかカンパぐらいだったらそんなところで誘われないですよね。ってことはそれなりのからやったから政界に行かない、出馬しないかと言われたんで、多分そういうお金はなければ元手がなければそういう機会はまずなかった。問題はなぜ終戦直後角栄はこれほどの金を持っていたのか。自伝から浮かび上がる巨大な後ろ盾があった。理化学研究所、通称理研。日本の科学研究の中心である理研は戦前その研究成果を生かし軍需物資を生産する工場をいくつも持っていた。角栄の会社は理研から次々仕事を請け負い業績を伸ばした。とりわけ巨額の仕事が終戦間際の昭和19年に請け負ったピストンリング工場の移設工事だった。だが決して大きくない田中土建がなぜこれほどの仕事を手にできたのか。取材を続けた小田はついに一人のキーマンに行き当たる。理研の幹部として工事を発注した星野和也。角栄と同じ新潟柏崎出身、戦後も角栄とつながりを持ち続けた人物だ。星野和也さんという人にぶち当たるんだけれども、なかなか所在が分からなかったんだよね。とにかく会いたいということでやっと探し当てたのがこの星野和也さんの居場所が、あれ伊豆の方のサナトリウムっていうか、まあ、いわゆる温泉治療病院みたいな感じで、まあ、この人が一番重要な役割を果たした人に、まあ、会えたっていうのがこの時の取材だったんですね。昭和58年、小田は星野に面会。初めて証言を取ることに成功した。星野によれば理研が角栄に発注したのは
空襲の激しい東京からピストンリング工場を移す仕事。移す先は朝鮮。撃沈される恐れがある海を渡って膨大な物資を運ぶ危険な仕事だった。誰もが尻込みする中、手を挙げたのが角栄。あらゆる知恵を考え出したという。機械類だけで、500台あったと言われてて、それで総額2400万円当時の工事費が。で、今で換算しますと約150億円の仕事を田中角栄に転がり込むんです。たまたま新潟港に停泊していた駆逐艦を、これに積み込んで、で運ぼうと。で、まあ、要は酒飲ましてですね、船長艦長というか、で酒飲ましてそれでなんとか乗せて、多分お金もやったと思いますけれども。こうして角栄は朝鮮に上陸した。だが請け負った工場建設は幻に終わる。戦争が終わったからだ。この時朝鮮にはソ連軍が侵攻。角栄たちは四面楚歌となる。急ぎ日本に帰るまでの行動を角栄はこう記している。私の財政全財産と工事材料や現地投資の一覧表を示して、この財産を新生朝鮮に寄付することを宣言して壇を降りた。全財産を寄付したというのだ。だが星野は、星野さんは、いやそんなわけがないと、まああいつが全部置いてくるわけないじゃないかと。星野さんたちの証言では、非常に8月15日に終わって、実は8月26日に東京に帰ってきてるんですね、角栄さんは。そうするとまず抽選の知らせを聞いて、星野さんも問わず語りで田中から聞いたことがあると言ってましたけど、とにかくもう慌てて軍票を、当時のテジョンからソウルまで2、300キロあると思いますよ、それを車を走らして走らして、とにかく銀行に行って現金に変えたと。ソウルにあるソウルの銀行の形状にある銀行だって言います。そこで軍票を現金に変えた。でそれが2回分振り込んだのは、星野さんたちが振り込んだ額は全体2400万のうちの1500万円分軍票として渡してあるんで、そっくり落とせば約90億円の彼をそこで現ナマを持ってですね、で8月15日に渡って26日に東京にいたって言うんですから、今の時代じゃないですからね。とにかくすぐ帰って、すぐ帰ってたと思うんですよね。星野の話が本当なら、角栄はこの時工事代金の大部分を手にしたことになる。小田は取材をもとに4ページの記事をまとめた。角栄が政界に出たきっかけの献金、それは朝鮮から持ち帰った工事代金の可能性が高いことを詳しく報じた。その後小田は東京目白に角栄を訪ねている。本人に記事をぶつけるためだ。果たして角栄の反応は。間違いあったら指摘してくださいって言うと、でじっと見て、おおむね合ってるなと言ってるところを見ると、まあ、全否定はしないんで、まず間違いないだと思いますけどね。角栄は記事を否定しなかったという。
小田には忘れられない言葉がある。角栄が手にした巨額の金について星野に尋ねた時の言葉だ。その後田中角栄は金権政治家と言われるけど、決して彼は人の金を、ね、騙していくなんとかとかそれを生むってことはないんだと。それは自分の才覚で、それであとはまあ運があって、それ得た金をそれで政治活動にまあその後全部使っていってんで、多分自分の私腹を肥やすためには使ってないっていうのは、そこは星野さん許したところなんですかな。人に迷惑をかけて金を作るとかそういうことはしなかったっていうのは俺信じてるってずっと言ってますからね、うん、だから許してるんですよ。何十億入ろうが運ですよね。これもし終戦が、まあ、1年早ければこんな仕事はもらってない、1年遅ければもちろん代金はもらってるでしょうけれども、濡れたら慌ってはいかないよね。資材は買わなきゃいけないし、だからまさにその巨額なお金を得たことが一つの大きな転機になる。圧倒的な力の裏に付きまとい続けた金の闇、それは戦争の混乱をくぐり抜けた男の宿命だったのだろうか。田中角栄という人物はそれ自体が一つの事件でした。誰にでもチャンスはある。どこまでも成長できる。そんな夢を見ることができた昭和という時代の最後にして最大のきらめきだったのかもしれません。田中角栄が今に問いかけるものとは何なのでしょうか。角栄が卒業した小学校。さあどうぞお入りください。学校宛てのものなんですけども。59年前初めて大臣になった時、角栄が送った書が残されていた。そして中国無錫市から、今年ちょうど6月に修学旅行隊が来まして、角栄が開いた歴史は今も続いている。角栄は今の時代に失われた何かを確かに持っていた。失われた強烈な何かを。皆さん、親が、親たちが我々のために汗を流してくれたように、我々も子供のために、もう一汗を流そうという考えのもとに初めて、理想的な日本が築き上げられるのであります。